小池知事は築地市場からの移転準備が本格化する豊洲市場を視察し、風評被害の払拭に向けて安全性の発信に努めていく考えを示しました。小池知事が豊洲市場を訪れたのは市場の移転延期を決めた去年8月以来2度目で、土壌汚染問題による風評被害の払拭のための見学会を視察しました。いくつかの工事を追加で行うことによって、それによって安全安心をさらに高めていくという段取りを今作っているところでございます。この豊洲市場、皆さんの地域の誇れる施設にしていきたいと考えております。小池知事は屋上の緑化広場や市場内部の通路などをおよそ30分かけて見て回り、風評被害の払拭に向けて追加工事の実施と情報発信に努める考えを示しました。早期に安全安心の確保の追加工事というのを完成させていきたいと思っています。経過などの説明も、それから情報発信もし続けていきたいと思っております。市場の安全性をめぐっては業界団体や地元自治体のほか、今日の見学会に出席した地元の人たちからも知事の安全宣言を求める声が上がっています。これからですね、二次的な工事をするんで、それで完全なものにしていただきたいなと。その後で、必ず、責任者のですね、安全宣言が欲しいところでございます。今月の臨時議会で補正予算が成立し、市場の移転準備は本格化していて、東京都は移転日について来年6月から秋ごろを軸に調整することにしています。